どうも、ハイチです。今回はこちらのスタディキャストを使って自習をしていきたいと思います。今回ね、特別に部屋を作っていただきまして、とある男の自習室って書いてあるかと思うんですが、すでに230人の方が使ってくれてる。早い！で、ここに、入室して、今から私も1時間ぐらい、ね、勉強していきたいと思います。で、こうやってね、やる科目を選ぶらしいです。私は今回板書を作るっていう作業をするので、まあその他で参加しようかな。決定で。だからここで教材とかも選べるらしいんですけど、では、勉強始めていきたいと思います。これでね、部屋に入れるんです。で、ここからはね、天の声、任せます。お願いします。それではバトンタッチして、ここから天の声、ハイチが行きたいと思います。今、画面が大きく出ておりますが、これが部屋に入った後のものです。とある男の自習室に入っていて、今、時間経過がこれくらい経っておりますと。で、下には一緒に勉強している人たち、そして右側にはログが出ております。で、特徴の一つとしてはですね、コメント機能とかは特にありません。やりとりはスタンプのみです。しかもスタンプも、例えばすごい連打でいっぱい押すとかはできなくって、確か5つ、スタンプを押すと一定時間は、押せなくなりますので、例えばなんかコメントが気になるなんてこともありません。かなり集中しやすい環境になっているかと思います。今回利用してみて思ったことでもあるんですが、やはりパッと見て一緒に勉強している人がいるんだって思うのはすごくやる気になります。しかもですね、最初プロフィールを登録できるんですが、その時に学年とか、あとは志望高校、志望大学を登録するとそれも出るんですね。なので同じ部屋に入ってみたら、同じ学年の人はここ目指して頑張ってるんだ、私も頑張ろうみたいに思うこともできます。しかもこれ顔出しをしなくていいんですよ。私は配信者なので、今回アイコンをね、自分の顔にしてますが、匿名性もちゃんと配慮されているので、そういった意味でもすごく安心感とともに利用することができるっていう風に感じました。今画面に出ているのが学習記録されたものなんですが、部屋に入るときに科目選びましたよね。私その他で選びましたけど、それを英語で選んで入ります。英語を勉強している途中でキリが良くなったんで、数学に例えば科目を変えるじゃないですか。そしたら部屋に入った状態で科目また選び直せるんですね。数学に始めますみたいな。でそうするとどの科目をどれだけ勉強したかっていうログを自動で記録してくれるんです。つまり自分で例えばメモもしなくていいですし、パッと見て、あ、この科目ちょっと勉強時間足りない、ちょっと薄いから軌道修正してね、これを科目増やしていこうみたいなこともできるので、このやっぱ自動で記録を残してくれるのはすごく便利だなと思いました。最後に、自分が中高生だったらこの機能いいなって思うのがありまして、それがルームの一番上にあるマイ勉強ルームっていうボタンなんです。で、これ押すと科目を選んで同じように入室するんですが、みんなが集まる自習室ではなくって、自分だけ、自分のためだけに時間を計ってくれる。しかも休憩ボタンを押せばちゃんとカウントアップ止まるんですよ。で、もう一回再開を押せばカウントアップが始まると。だから科目を途中で切り替えることもできるので、一人でやりたいときは一人でやればいいし、みんなでやりたいときはみんなでやる。この選択肢があるのが個人的にめちゃくちゃいいんですよね。私はいつもこう勉強したいっていうものじゃなくって、その時その時に分けて、その状態とかに分けて使い分けたかったので、いや、これね、いいなって個人的にすごく思いました。勉強って短距離走ではなくて、基本的にマラソンに近いものだと思っています。特に受験はそうですよね。だから勉強する場所一つとってもそうですし、使うアプリもそうです。どこでやるかっていう選択肢が多ければ多いほど集中ってしやすくなると私は思うんですよね。このスタディキャストに関しては自習室がいろんな部屋があります。だから今日はこの部屋でやろうとか、今日は一人でやろうっていう選択肢がやっぱあるっていうのは、すごく長期間のね、勉強ってよけるマラソンをする上ではすごい味方になってくれると思いますので、ぜひね、気になる方は無料のアプリですので、ぜひ使ってみてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。スタディキャストの特徴とか、使ってみた感想はきっと天の声の私が喋ってると思うので割愛しますが、個人的にも入れといて損はないと思います。すごく使い勝手のいいアプリだと思いますので、ぜひ気になる方は概要欄の方にリンクありますので、そこからダウンロードしてみてください。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。お疲れ様でした。